わけでございまして、北海道江別市のきしめんでカルボナーラさん。おー、カルボナーラきしめんじゃん。白井さん、三原さん、屋根の上の愉快な皆さん、こんばんは、もしくはおはようございます。おはようございます。いつも楽しく拝見させていただいています。サクサクのオープニング曲が終わった後、お二人さんが屋根の上に登場するまでの間に流れる曲があるじゃないですか。メールを紹介するときにも流れるあの、タラリランランタラリラーのあの曲です。いつもいい曲がだなと思いながら聴いていたのですが、しかし、なんか足らないんじゃないかと。その何かが足りないのは、それは、みんなで唱えるような歌詞です。まあね、これは実はあの、サクサクの歌としてね、歌詞もあるんですけどね。うん、あえて、彼が考えてくれたアドメロディに合わせて、こんな風な歌詞がいいんじゃないかっていうね、言ってみましょうか。はい。からしれんこん絡めた豚バラ炒めとかね。そう。それ毎回流れんの。棚に天丼隠したマスオとサザエ。川で短パン流した三原の親父。まあこんな風にね、まああのどんどんあのご自由に歌詞をつけてもらっても結構です。毎回変わる感じ。とかね、いう感じでございます。無限に作れそうだね。そうだね、なんかね。まあでもなんか豚バラ、俺豚バラ好きなんだよな。豚バラいいね。俺あの肉の中で一番好き豚バラが。わかるかも。特にさ、あの豚バラとさ大根を一緒に煮込んであるやつなんじゃん。あれがね、あのね、大根ってね、あの豚バラのね、油をね、美味しさだけを吸収するんだ。その大根、だから豚バラもいいんだけど、豚バラと大根を炒めた時はむしろ大根がいいんだよね、これね。豚バラの旨味をね、大根が吸収してるんですよ。その大根を食うのがいいみたいなね。こういうことってあるじゃないですか。すごいわかる。すごいわかる、うん。そうそうそう。なんか、好きなアイドルの、直接会うよりもむしろ写真集の方が好きみたいな。そんな感じじゃないですか、ね。その例え。その方が、写真の方がいいみたいな、いう感じですね。なんかね。豚バラの件はわかるね。豚バラ食いてぇなぁ。豚バラのしゃぶしゃぶ用の薄切りのやつが好き。いい、それはいい。気に入ってる。いや、ちょっとこれしかわからないんでね。ちょっと資料不足で。好きだね。誰、よく聞く話なんだけど、牛、豚、鳥と、な、あと、ほら、例えば、イノシシとか鹿とか、肉いろいろありますけども、何肉が一番お好きですか？俺、豚。豚かも。豚。鳥も好きなんだよ。でも、牛も、牛派だったんだけど、豚派になった。うん。豚って奥深いよね。なんかあの、値段がさ、リーズナブルなところがまたちょっとこう、惹かれるよね。そうそう。牛はね、ちょっとね。そう。牛はね、確かにうまいですよ。うまいけど、例えばクラスの中の女の子に例えれば、結構本当に綺麗どころっつうか、学校が、学校終わるとなんかモデルの仕事してますみたいな。牛って。え？隣いる人？牛いた。牛かな。それに比べると豚はさ、なんかこう、すげえなんかあの、幼馴染っていうか、なんか、もっと仲いいんだよ。そう、ちっちゃい頃に一緒にお風呂で裸を見合った仲みたいな、そんな感じでね、豚ってね。ちなみに、あの、ギフちゃんは。ギフちゃんは。ギフちゃん。呼んでくれましたね、ビンセントさん。これいつもなんて呼んでたっけ？ギフちゃん。ギフちゃん。ギフちゃん。やろうって。僕は、鳥がいいですね。これでもギフって牛有名じゃないか。あー、飛騨牛。全然食べ。そっか、高えもんな。いたげる。まあ、そんなことでございましてね。まあ、お便りの方ございましたら、またどんどんと、こちらの方に送っていただきたいと思いまーす。というわけで、今日この辺で、よろしいですか？うん。みんななんか疲れてね？大丈夫？どこがですか？俺ちょっと疲れてんだよね。ずっと、今日はね。ノンストップでしたからね。ね。そういったわけでね。じゃあ、今日のところはこの辺で。おじゃー